吉田さん、赤木の例のシーンね、知ってますよ。最後の1枚を予測して、振り返ってね、結果を見ずに去っていくわけでしょ。あれは、麻雀を実際にやってる私たちからすると、まあ、ないことではあるんですよ。あれはまあ、麻雀知らない人とかは、うわー、すげえとか思っちゃうんだろうなと思います。というのが、麻雀って、ランダムでパイが配られてるんで、人の手配が何が残ってるかって、正確に読むことは不可能なんですよね。ランダムなんで。 で心理戦で確かに相手の感情を読み切ったとしても手配ってのは人間の心理とは別の構成要するにランダムで積もられてきてランダムで捨てられるわけですからねまあでもあれが赤城の面白いところで前編通じて赤城が言っていたのはあのこういうふうなことなんですよあの心理戦ってのはお互いに相手の気持ちを読むことだっていうわけなんですよねで自分が相手の立場だったらこう考えるよねっていうのは主に 確率の高い方向を相手はは考えるはずだっていう,ふうに読むわけなんですよ。だから単純だって言ってるんですよね。赤自自身はいいつも自分が確率の低い方を選んでるんですよで。通常確率の低い方を選ぶっていうふうには人は読まないんでだからいつも自分の考えは見透かされることがないでも自分は相手の確率が高まっているような気持ちで見ると分かるんで手に取るように分かるんだよって言ってるんですよね。 で赤木はね、ある別の麻雀のシーンでこうも言うんですよ。あの、ミスが起きたらこうなるだろう。要するに麻雀牌って裏側で伏せられているんで分かんないんですよ。でもちょっとした表紙にミスでポロッとこぼれて表が見えることがあるんですよね。で、そういうふうな可能性も考えて、あそこでポロッとし,たしちゃったら、多分こういうふうにあいつは考えるだろうから、それに対して準備しておこうかなと思ったら、本当にそのポロリが起きるんですよね。少ない確率で。っていうか確率でもないですよ、そんなもの。通常、パイがポロッと見えて、 あの誰かにね、分かってしまうことってないわけですからそれすら戦略に入れてあそこであのパイがポロッとしたらこうなるだろうなそのポロリをね、人為的に起こしたらあ、なんか、おかお前何,何やってんだよって感じでぐちゃぐちゃやってされて、ご破産にされちゃうことがあるんで自分が手を下さずに万が一の偶然であのパイがみんなになんかで見えたらこうなるのになーっていう風な考えていて、そうなるわけですよその偶然を使ってまで人の心理を読むなんて誰も考えないんで いや、赤城はあの時ポロっと落ちたけど、それを想定して読むとはこれは不可能だ、絶対思えない。だから大丈夫なんだと思ったら、<laughs> 死んだなと。ポロリって偶然と起きることすら予想しないとね、みたいな,な感じでね、<laughs> 待てやって感じですよ。まさに漫画だなと思いますけども。まあでもね、すごいですよね。そういったところまで戦略に組み込んで、確率の低い方に常にかけていく人間に、心理戦なんて通用しないですよね。だって相手を打ち負かそうと思って、人っていうのは、 戦略を立てるのに自分が破滅してもいいと思って、ね、戦略を立ててくる人間にどうやっってて気持ちを合わせればい,いんだって話ですよそういうことがね物語の随所随所にあるんで面白いんでしょうねもはやマージャンルールなんて知らなくてもいいんですよこれ。というのがあの漫画見ててあの「光の語っていうね囲碁の漫画がありましたけども語のルールが分かってる人が読者じゃないですからね。分かんないけどもでもで 心理戦とかどどうしてて勝つののかかかんんなな感情になるるってことはわですよだから囲碁で勝った負けたなんて分かんなくてもいいしあの昔ね「あのプレゼント・フロム・リボン」っていうねウィングマンを描いた笠原一和,和さんの漫画があったんですけどもあのなんか歌手のお父さんを急病で亡くす男の子がどうやってトップアイドルになるかっていう道なんですけども。 じゃあどうやったらトップアイドルになななれるかなんてて読者知らなくてもいいわけですよ。アイドルの世界に興味がなくったってちゃんと漫画見れるわけなんですよねむしろ漫画家っていうのは読者さんの知らない分野をいかに興味を持たせるように物語を進めていくかっていうところがポイントなんで、えー、昔麻雀の漫画がね麻雀専門誌じゃなくてマガジンとかに連載されたりとかしてましたけどもでもそれが何で面白いかっていうと麻雀のルールなんて分かんなくても物語が楽しめるの書いてるからなんですよね。 暴走族系の漫画とかもありましたけども暴走族のしきたりとか暴走族のルールとかバイクの名前とかわかんなくたって楽しめるように書くから漫画家の表現っていうのはすごいなと思うわけですよね。私たちも漫画家ではないですけども情報発信するものとして専門分野じゃないとわからないことだけじゃなくて専門分野じゃないんだけども専門分野のことが楽しめるように表現することができるのかなと思いますよね。うんいいでしょう